に怖いと思うぞ。真夜中の登山って。どこの道で帰ったんだっけ？彼らは？1号路じゃなくて。彼らは稲荷山コース降りてっちゃったじゃん。絶対アホじゃん。川口ボーイたちはなんか興味本位で行っちゃったんでしょ。絶対こっちの地形よみたいな感じで言ってたよね。行ってみる。多分だから行きは行きもそっから登ってきたんじゃないのかね。明るい時間帯に。いや違う、石がね見た俺1ホールだった。あ、そう、うん、知らないけど1ホールだったちゃんと。じゃあなんで、まあ、下山の方が楽だからって思って行っちゃったんでしょうね。そう、いやでも下山結構この階段めんどくさいから稲荷山行こうぜって言ったんだけど、稲荷山は下りだったら山とか降りれんじゃないっていう軽い気持ちだったんでしょうね。顔面蒼白ちょっと顔面蒼白。いや相当怖いぞあれ。しかも革靴でしょ。おしゃれおしゃれボーイたちの普通の格好で。絶対嫌なんだけど。ロングコートに羽織ってたのに片手に持って降りてたよね。絶対お前らどっちかこけたろって思ってる。しかも可愛かされるってでしょ。絶対嫌だ。まあ、アクロ行かなかったっけ、よかったんじゃないしろけど。稲荷山コースって、あーはいはい、あれもちょっと稲荷山って、あれ最近行ってるのが忘れちゃった。稲荷山ってあの、はい、最後階段あるとこだよね。あるよ。最悪じゃん。まああの時階段なかったからね。ああいうちゃんとした木の階段じゃなかったからね。土の階段だったからね。あの病院ルートどこだったっけ。アクロ、あれ6号路か、うん、あの6号路の、うん、分岐があるじゃん。うん、6号路で岩崎行く方か、そう病院で降りる方から。うん、6号路だよな、うん、うわ、いない絶対嫌だね。それはちょっとアホちゃんだよ。
さ、あのヒルト先生の髪見ると笑っちゃうの。あった？あった今言われた。あの3つ並んでるやつ。しかも3つ並んでるやつあって。うん。瀬戸かどこで。あのシーン、あの何、セブンの残したシーン。これ左行ったんだよ、なんか右行ったんですよ。左行って行っちゃった。右方向です。はいはいはい。中央回る。1時間。